レスリー・ハワードはイギリスの俳優。典型的なイギリス紳士役を得意とした。息子に俳優のロナルド・ハワードがいる。レスリー・ハワードは1893年に裕福なユダヤ系ハンガリー人の株式仲外人の父とユダヤ系イギリス人の母との間に生まれた。大学の卒業後は銀行で働いていたが第一次世界大戦で戦争疲労症になる。 その治療の一環として、芝居に出ることを医師に勧められる。甘いマスクと長身でスリムな体型で、舞台にでトップスターとしての地位を築き上げ、映画にもたびたび出演した。1933年のロマンティックコメディ、バークレイスクエアでは、アカデミー賞に初ノミネート。翌年の、知人の愛では、セクシーで不思議なヒロインを演じたベティ・デイビスと共に、またもや注目される。 冒険活劇、ベニハコベでは、正義のヒーロー、ベニハコベを演じた。この撮影中に、アレクサンダー・コルダ夫人のマール・オベロンと不倫関係になった。1936年には、ハンフリー・ボガートとの舞台作品、化石の森が映画化され、自由奔放な主役アラン役を演じた。ヒロイン役は、最強演のベティ・デイビスだった。当初、悪役マンティ役は、 エドワード、G ・ジロビンソンの予定だったが、ハワードはボガートを押して、彼が出演しなければ、自分もしないとスタジオを説得した。ボガートはこの悪役が、出世作となり、彼はこの恩は決して忘れず、ローレンバ・バコールトの娘が生まれると、レスリー・ハワード・ボガートと名付けた。1936年にはまた、ロミオとジュリエットに出演し、43歳にして、ティーン・エイジャーの役を演じた。 1938年には、ハワードの代表作の一つとなった、ピグマリオンに主演。主役の否ンズ教授を演じアカデミー賞、主演団優勝に、ノミネート、ベネツィア国際映画祭では、主演団優勝を受賞した。翌1939年、大作、風と共にサリヌに出演、ヒロインのスカーレット・オハラが猛襲する美男、アシュレー・ウィルクスを演じた。誠実だが、 気の弱いアッシュレイ役にハワードは最適だった。イギリスに戻り何作もの作品に出演していたが第二次世界大戦が勃発。各地で兵士たちを応援する講演のため飛び回った。1943年6月1日、ハワードが登場したポルトガルのリスボン発イギリスのホワイトチャーチ行きの BOAC777 便はビスケーワンの公開場で ドイツ空軍のユンカース188に攻撃され墜落。この事件でハワードを含む乗員乗客17人全員が死亡した。第二次世界大戦当時のポルトガルは中立国でリスボンは通軸国と連合国の捕虜交換の拠点となっており、そのため各国のスパイが暗躍する部隊となっていた。事故当時イギリスのチャーチル首相は 普通アルジェリアのアルジェを訪問中で、たまたまハワードのマネージャーがチャーチルとよく似た年格好をしており、またハワード本人も首相のボディーガードとよく似ていたため、ドイツのスパイがこの二人をイギリスへの帰都にある首相一行だと五人、事故機を首相登場機として追撃したものと言われる。なお、ドイツ庁法部は、 ハワード本人にもスパイ活動をしている疑いをかけていたが実際にそのような事実があったことを裏付ける資料はない。ありがとうございます。